今回は地面に初期のモデルのキャデラックが頭から突き刺さってスプレーで塗り放題のルート66キャデラックランチ。キャデラックランチは1974年にチップロードが、1949年から1960年代のキャデラックの廃車を利用して作ったアートオブジェです。自由に塗っていいので、ぜひスプレー缶を持って行ってみてください。